2019年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが、人類は死滅していなかった。しかしよ、本当にこんなとこにガソリンあんのかよ。ここらは昔、工場だったらしい。もしかしたら隠し持ってるやつがいるんじゃねえかと思ってきたんだが。この村、すんげえ廃れっぷりだぞ。死にかけのジジイとガキばっかりじゃねえか。くそ、どっかにガソリン落ちてねえのか。この町の人間、一人ずつ締め上げて吐かせるか。何か知ってる人間もいるだろう。ああ、いいじゃねえか。ちょうどイライラしてたんだよ。おい。ああ、なんだてめえは。一つ聞きたいことがある。ユリアという名の女を知っているか。はあ、何言ってんだこいつ。はあ、なこと俺らが知るかよ。ならば用はない。てめえ、ただで帰れると思ってんのかよ。俺に関わるな。死ぬぞ。おい、ぶっ殺しちまおうぜ。あれ死ね。お前はもう死んでいる。何言ってんだ。なんだこれは。